況変わりまして、キシル生畑です。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。グランドファイナル。はい。カメメッチが勝者がでございますね。はい、敗者がニエトのチョコですか。そうです。登ってきて日本選手と PO3、結局こうなったか。若干私の予想とは外れましたが。そうっすね。ケンツーもザクレヨッシーも残らずか。私の予想だとウィナーズファイナルがニエチョコバーサスケンツーだったんですけど、はいはい、カメメイチが、戻ってきたと。これは結構あれですね、チームオジたちが残った感じですね。そうですね。そう、ニエトのチョコはキャラクター固定なんですよね、結局。 そうですね。それに対して対マンの延長線上のチームって感じがしますけど、亀面知はチームなどに仕上げたチームっていう、そんな感じですね。感じですね。この試合の後はシングルスの予選配信になりますかね、はい、僕どうせすぐシングル呼ばれるんで、小直人君はそれまでちょっと待ってもらってます。どこ行った、どこ行きました。そうですね、X 勢4人が残ったって感じですね。そうですね。さあ勝者側がカメメッチ、カメメッチ取れば優勝。これは BO2 かな、 BO3 ですね。3か、3ですね。日本選手です。ディリコン、クラー対シークですね。なるほど、4キャラ全部ばらつく形になりました。まあシークゼロさんを見てディリコンって感じですよね。なるほど、もちろんチームとしてはクラウドが一番パワーが高いっていうところあるんですけど、結局そのパワーの高さにチョコさんがゼロサムの期待値でてか理論値で追いついてる感じですよね。まあとはいえ本当テーパーで撃墜できないとかなりきついですよ。ということでグランドファイナル始めてまいりましょう。ニエトのチョコ VS エッチカメメ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まずは脱出つかみ、ゴーは見えない。まあ、あの開幕の読み合いは熱いところですよね。熱いですよね。2本目3本目もどんどん入れ替わっていく様が見れるんじゃないかなと思います、はい。まあ、結構ね初手から脱出つかみって割と裏ではありますよね。裏だけですね。結構この最初のセットで決めたいっていう意思が見えますね、はい、そうですね。ちょっと強気に、まああと表側ですからね2人は。まあそうですね、割とはっちゃけたこともできるっちゃできるって感じですね、はい。まあ2本は許すと、しっかりと後ろ出しで前管理。カメメ挟まれている。ニエトのどっちかっていうとやっぱりニエトのチョコの方が疑似対マンにしたい感じですかね。そのイメージでしょうね。まあクラウドいる時点で多分そうなんでしょうね。あとニエトのは多分基本的にラインだけ詰めて、はい、チョコがを自由にさせてあげるっていう、そうですね、そういうところあるんでしょう。前投げ判定強い、全員向こう側に持ってかれました。 100% 超えてます。そしてクラウド青光りしていて、なおかつ撃墜できないパース。あ、うまい。エッジの撃墜力、バナーを持つと、はい、結構難しくなるなと思ってたんですけど、投げに横スマッシュと確定させることができるっていう意味ではかなり便利ですね。ですね、全然強いです。チームのバナーも宇宙へどんなとこ当たってんだ。カメメがまだまだ元気。リミットをためて高いリターン求めたいところなんですけど、ニエトのチョコを前にするとやっぱりリミットが復帰で使わされる展開も多くなるでしょうね、はいはい。そこら辺をうまくエッジ選手がカバーしていたいですけど、リミット使うところが撃墜まで持ってきましたね。素晴らしいジャンプよ。ただね、そんな中でリミット出さなくてもタイマンで完全に有利取れてるっていうのがすごい希望につながりますよね、うん。後ろ投げ分断する、ニエトのが捕まってしまう。まあこうやって撃墜もお互いしっかり、はい、ダメージためのしっかりっていう展開が続くと、クラウドの破壊力とチョコゼロさんの破壊力どっちが先に火を吹くかという、そうなりますね。そうが問題ですね。一回壊れちゃうとっていうところがあるんで、
ってなった時にやっぱりディディクラウドっていうのは直行ゼロサムに対してね、単純に立ち回りで有利が取れるキャラクター。そうですね、キャラセレクト自体は亀井寿の方に軍配が上がりそうですけど、はい、そこら辺がどうやってニエトの選手が埋めれるかってことですね。そんな感じですかね。ダッシュちょっと低いんじゃないか。亀井寿側はクラウドによる狙撃墜が、はい、まあ、一つの選択肢になってるんですけど、ニエトのチョコの方はニエトのシークがクラウドを複数してるっていうタグもあるので、はい、手段が2つありますよね。じゃあ US はシーク、ただ162、まあ十分生きた方でしょう。ゼロスーツサムスが118がちょっときつい。そして崖際に構え、あ、ワンちゃん、あ、まずいのでは、大丈夫ですね。エッジが撃墜だが、カメメ長生き。なんかあれですね、見てると、はい、そのラインが少ない忙しい状況だとやっぱり撃墜攻める側が強いんだなって感じがしますね、これ見てると。それはね、確実にあると思います。ジャンプ台ですよ、クラウド一気読みで通していきますね、皆さん。最上位激ついまずいぞ。今のがディディコングのチームでの強みの一つですね。そうですね、横振り抱きつきからジャンプすることで下に地面に相手を押し付けて味方からのコンボが確定すると。まあまあまあ結局投げで確定取ってるだけなんで、2対1だと普通に投げてるのと変わらないんですよ。まあまあまあ、これはうまいですね、さすが 1-0 強いですね、カメベンチ。すごいですねニエトのチョコ、まあチョコを自由にさせないという面でかなり機能している。チョコ選手の破壊力が見られるシーンがなかったですね、まあ、ですね。そこら辺はディディコングとクラウドの体制っていうのもあると思うんですけれども、結局ニエトのチョコのコンセプトって4年前から何も変わってないんですよね。なるほど、チョコが荒らしてニエトのは守る、まあ、そこの完全に戦略としては確実に読まれているだろうっていう部分を。単純にカメメッチが制圧する時間が長めでしたよね。そうですね、タイマンで勝ってるっていう証拠でしょうね。挟まれているカメメッチ、ダメージ結果的にイーブン。あ、大丈夫ですか。なるほど、パラライザーか、うまい使い方ですね。序盤はまだいい、クラウドが溜まってからが勝負どころ。そうですね、だいたい、しかし、はい、ブルーチームの2人はもうゼロサムのヤバい技が食らっちゃうと撃墜されるパーセントには到達しているの で、 です、ね、ニエトの選手は少しでも多くチャンスを作っていきたいっていう形になってますね。逆にニエトの選手は画量で危ないパーセントになっているので、はい、ディディコングに捕まれてはならないという状況です ね、 ですね。これは大丈夫です。今のはニエトの選手を狙ってのがあれだったんですけど、当たったのはあのヒットストップで止まったのがラッキーでしたね。表面にゼロサムがいたと。今のはコンボでなく逃げるためのジャンプですね、横 B ジャンプ。外に出されているニエトも、そしてクラウドゼロサム完全にタイマーになっているわ。大丈夫これが撃墜力クラウド。ディディコングの投げは本当に合わせやすくて便利ですね。ディディコングの強さはチームでも本当に目立ってます。カメメッチ長生き、2人で長生きすると本当に映えます。かなり後に生きてくる。ゼロサムも目の前の敵を撃墜するのに長けてるキャラクターではないので、はいはいはい、こういうパーセントを貯め合う展開になっちゃうとお互い撃墜が難しくなっちゃうんですかね。まあ早期撃墜するキャラであって、結構小技でねチクチク自利品でやる感じではない。しかもカメメ選手と一時選手は、はい、まずいタイミングではつかみを振らないように徹底していらっしゃるので、先ほど1戦目で横スマッシュで撃墜されたところから反省されてるんだと思いますけど、はい、うまいですね今のも。空中後ろ持続かなり短いです。あれに対して完璧に当てていくのがこのチョコゼロさんの技術。投げ、チョコ選手さすがのサポートですね。お互いに対マン上限ができるが、これはちょっとチョコ痛いですよ、危ない今は割と 40%50% コースでしたねまあね、チームは 40%50% なんならそこから激詰まりえるよな。全然チークが撃墜、カメメチかなり優勝に近づいてきました。これやっぱ撃墜に困ってないっていうのが大きいですよね。そうですね、あとうまいが、おお、すごい飛ぶ。逆にあれ、これ一気に逆転ですね。一気に追いつきましたね。何が起きたんだって感じ。チョコ選手は2ストック持ってるので、ストック数的にはニエトのチョコが有利ですね。投げる、チョコ選手がどんだけ長生きするか問題ないですね。そうですね、チョコが撃墜されるともうニエトも撃墜パーなので。しかしチームで撃墜拒否が難しいというのはさっき話した通りなんでね、はい、あー挟まれるとまずいですよ。で
でディディコングに投げられて撃墜されてる時点でもう無理なんですよ。確かに。おうますぎるチョコ。さすが前のめになるところ分かってましたね。これはもう結構詰み状況ですね。そうですね、あまりチョコニエトの2人相手にしたい人はいないですね。あれ単純にチョコがニエトがもう1人出てくるんで。そうお？ニエトのがもう1人出てきましたね。まあチョコは逃げるでしょう。ですよね。ああ珍しいですね。ね、今のも空中城ちゃんと出てたら完全にクリーンヒットしてるんで。そうですね、縦の前かにが本当にうまいですよね、チョコは。なんだ？あ、マサシアリカが、マサシアリカが怪しがっちゃってます。そういう感じか。VGBC 側の配信ですね。マサシアリカ 1-0、アリカがプリンが1本先取してます。昨日マサシさんと喋った時もね、怪しいみたいな話してましたね。まあ飲まれるカードではありますよね。圧倒的にクラウド有利なはずだが。期間はあれですね、ジャパンメジャーのアースグングニルが思い出されますね。アースグングニル、あったな、懐かしい。あの空気が思い出されますね。あれ本当プレイヤー飲み込みますからね。そうですね。まあこちらに集中しましょうか。はい、1-1カメメエッジが取れば優勝。最後のスマブラの大会です。これが日本最後のスマブラの大会で、チームで一番、最後ですね、そうですね、一番チームダブルスが上手いのは誰かと、誰が最強なんだっていう話をしてますからね、今日明日ね。ダブルス部門優勝は誰か。このゲームチームで一番強さって誰なんだと。大上ちょっとディリコム追いつくのが難しい。今の03にパスできたらありえましたよね。全然ありましたよマジで。あそこ指導はね、ハリー固めている。ウエスマは繋がらない。リターンを取り合うほぼ五分ですよね。ですね。まあ、ディディングとシークがどっち先に撃つ。あの青い光が気になるところですね。会場がざわついている。エッジまだ帰ってこれず。いや、ないですね、あれダメージ受けた後のウェビーはあの感性を消せないんですよね。落下してしまうということで、はい、自由落下すると。今すごいプレーありましたね。あの投げた後隙を、はい、ディディコムの後隙をゼロサムがカルと読んで、エッジ選手は逆に前に来るんだろってゼロサムを掴みに行ったんですけど、はいはい、そうやって前にこっち側に近寄ってくる読みで下スマッシュをちょっと手前に置いてましたね。すごい読み合いが行われましたね。先の先とストック的にはこれはチョコが1速多い状態ですね。今横見てから下見てしようとしたチョコ選手やばいですね。チョコ選手のプレー一個一個極まってます。これが4年続けたゲームなんでしょうね。ニエトの選手も最強ですね。これはちょっと苦しい。ちょっとこの2人エンジンかかってきちゃったんじゃないですか。そんな感じありますね。これを覆すにはクラウドのパワーが必要不可欠、はい、そう思いますけどね。ただねガリオまだ1回も当たってないんですよね、この試合。そうですね、やはり先ほど申した通りやっぱりリミットの吐かせ方もねハイレベルなんですよね。ウエスマようやくゼロスズさんのスイッチストップ。これは危なかったですね。まあ亀井選手としては撃墜したいところでしたね、はい、かなり予想外のタイミングだったので、下火を押した瞬間でしたからね。相方がちょっと苦しそうだぞ。ディリコンが大丈夫か。おお、そっちを狙っちゃいますか。まあ今のは噛み合った感じですよね。ベテオ、おーっと相方踏みつけたけど、まあまあまだ優位。挟まれている。これはエッジが長生きすることがマストですね。マストです。さらにクラウドの破壊力も欲しい、そんな状況でしょうか。多分これ両方、あ、ジャンプに当たってしまって激痛ですね、これは。さあほぼほぼ詰み状況、掴み通らず。シークに投げられたら終わりなんで、もう無理ですね、これは。激痛。ニエトのチョコがリセットですか。リセット。これ結構隣の試合もめちゃくちゃ気になってます。スクリーンに映ってますよね。まさしクラウドアリカプリンに1速リードされております。そしてもうアリカプリン逃げ切る姿勢ですよね。
まあでも3戦目でスマムラが出てくるっていうことはこういうことなんですかね。気が気じゃないでしょうね。ですね。プリンがお休みしたら終わるんだよこれ。危ない。弾力ですね。まあで逆にね結構眠る確定の構成がパーセント溜まってて少なくなってるはずなんで、まあぶっぱ気をつけるべきですね。ここからさあ見ていきましょうか。はい、リセットです。グランドファイナル2日本選手ショットや戦場最初の読み合いですね。会場が熱気に溢れております。梅村ファイナル始まった感ありますね。始まった感ありますねこれ。チームの盛り上げの最高潮のグランドファイナルですね。リミットたまるがこれ届くか。ギリギリ良かったですね。今リミット早めに溜まって。そうですね。カメメが 100% だとそろそろ撃墜が近くなってくる。競技に抜ける。HDD が硬いですねこの試合は。あと一個一個の選択肢は丁寧ですね。はい、なんだ横スマ出なかった。競技に抜けている。当たってなかった。運がいいですね。ちょっと遠いかも。上強撃墜レースですね。これもう完全な、ね、ここまでみんな生きてるっつうのもなかなか。茅ヶ崎に撃墜するのか。撃墜技祭りですね。ナタですかそれ。これ撃墜技が1個目が。まあ一人だけ真っ赤っかでしたからね。上京シークも撃墜。さあ残された2人。ここで時間を取られたくないものですねお互いですね。一刻も早く。これは届く。激ついチームアタック。結果的に五分ですね。そうですね。まだまだ五分状況は続きます。まあ、先ほども言った通りこうやって五分状況が続くと先に破壊をするのはどちらになるかっていう、はいはい、あっ助けに行くよね。ナイスアシですね。そんなコンボはチームじゃできないよと。今結構強気になのかなと思ったんですけど。そうですね。ね、まあパーセント管理難しいところですからね。あえて打たなかったのかそれとも。リミットだけは使いたくないカメメ。一番いい状況ですよねこの画力強切りどっちでも打てる。そうですね。ただもう本当に五分状況ですけど激墜。リミットを食らう前に激墜しきりましたね。ナイスアシストですね。いや今分かったです本当にカメメが試合一気に傾きかねない。投げ。あ、かわいきまで読んでましたね。ここに来てニエトのシップがかなり冷静になっているのか否か。1速ですね。すいません勘違いしました。あ、なんで上にいんだ。わかんないです。合成されました、ね、合成されました。チョコ選手がおお。制圧してたんですけどね。帰ってこれるか。おお。2人とも生き延びましたね。カメメ届かず。これはバンジキュースですね。ニエドのチョコ2人を相手にしなきゃいけない悪夢ですね。まあちょっとディディーコングでそれはディディーコング2対1結構難しいんですよね。難しいでしょう。なんかぶっ破してすぐ撃墜できるような技がないのでからの掴みも普通に後付けあるんでね。ですね。あ、ギリギリ。なんか本当にシンプルなコンボでダメージ稼いできますよね。狙ってくる。
え、大丈夫か。おお、早い。こっちで投げた方がいいんじゃない、2対1だけ。結構下投げが、あーっと届かず。下上は2対1じゃないと結構枯れないと思います。ただ2対2とかのちょっと離れてたりすると全然ガード間に合って。そうですね。カメメエッジがここに来て追い詰められる形になりましたね。はい、ここにいて終点ですか。ですね。最後にふさわしいステージになってしまうのかどうなのか、まあ、カメメエッチが選んだんですけど、結構2戦目ぐらいから表側の、はい、どんどんニエトのチョコ、あーっと決まってしまう。ニエトのチョコが勢い上げてってる感じしない。そうですよね。ですよね。しますよね。でここに来て結構安定しちゃってるんですよね。だから何か一つきっかけが欲しい。画量が全然通んないですよね。通してもらえないですね。まあ、ということは多分ディリコン側の差し込み、主につかみが通りづらいっていう話になってるんですよね。別にリミットを確実に吐かされてるってそういうわけでもないと思うんですよ。そうですね。まあ、でもリミットを貯めてたクラウドがリミットを吐く前に撃墜されるシーンはありますよね、はい、こういう風に。ディリーコングが2ストック、そしてカメメクラウドも2ストック。ここの差が広がるともう試合が決まってしまう。ウエスマー、あー危ない。投げ、これはうまいですね。丁寧に合わせましたね。ウエスマーなのかなって一瞬思ったんですよ、ディリーコングの、はい、まあ、抜けられる可能性もあるんで ね、 ですね。クラウドの空中単発撃墜はできる技を選ぶと。さすがですね。あー、空母空母でいいターン取れるかなと思ったら針でニエトの選手はしっかりサポートですね。これはニエトのチョコがかなり圧倒している。投げ大丈夫か。分断分断、結構ディリーとクラウドが背中合わせて立ってる状況すごい少なく見えないですか、はい、あー、つまり2人がチョコニエトのが片方に2人を制圧してるシーンが多いと。かなり投げ、クラウドも撃墜、エッジ 87%、 これは苦しい。掴みを通せるタイミングをチョコ選手が掴んでますよね。さすがです。かなりゼロサムの掴みが通ってるシーンが多くなってきましたね。投げるがクラウドダメージが少しずつ少しずつ溜まっていく。そしてリリコングも 100% 超えてますからね。これもう結構安易に助けに行けないんですよね。そうですね。リリコングとしてはこういう技だけでは撃墜しかねない状況になってしまいましたね。そうなんですよね。次端っこ、あ、ウエスはギリギリ生きるが、ディリコムのウェビーみたいに復帰するのに時間かかると。強ギリを当てたもののの、これはかなりきつい。横スマッシュゲーきつい。というわけで梅村ファイナルダブルス部門優勝はニエトノ&チョコです。おめでとうございます。まあ強いやつが勝ったなって感じですね。そうですね。チョコ選手の良さがどんどん光っていったらっていうのと、途中結構勢いに乗らせちゃったのがありましたかね。あの撃墜に困らなくなったっていうのがでかいですよね。やっぱり最初の方はニエトのチョコが撃墜に困って、はいはいはい、コーパーで困、崩せないって状況が多かったんで、普通に空中攻撃で倒す機会しかなかった。そうですね。やっぱ困っちゃうと一気に相手側の撃墜力も上がるということで、はいはい、シークもゼロさんも軽いキャラクターでありますから、そういう展開が減って一気に、というわけでゲートのチョコに勝てたなという感じですね。入ってますか、これ。
入ってます。じゃあ自分も、はい、進行がありますので入ってますね、はい、今日ですね、ありがとうございます。非常に人気しております。というわけで梅村ファイナル 4U ダブルス優勝ニエトのチョコチームです。おめでとうございます。そしてグランドファイナルを戦ったカメメ HC チームにも、健闘の拍手をお送りください。ありがとうございます。でですね、ここで一つ、会場にいる皆様全員にちょっと発表があります。皆様最初に説明があった通り、ヨギボーさんのキーワードがございます。ツイートして当たるキーワードがございますので、正面および配信ご覧の皆様、キーワードですって。準備はいいでしょうか。キーワードですよ。発表しましょう。行っちゃってください。行っちゃってください。ヨギボー梅村ファイナル、こちらキーワードこちらです。キーワードこちらです。今から梅村からもツイートいきますので、コピペでちゃんと正確にキーワードのツイートお願いいたします。こちらツイートした方全員に当てはまりますので、皆さんヨギボーさんのキーワードのツイートぜひともお願いいたします。こちらからは以上です。ありがとうございます。これから、配信ご覧の皆様も、シングルスの方もお願いいたします。